地獄の時点のフォルカスの項に描かれた差し絵。コランド・プランシーは、ホラスをフォルカスの別名としている。ホラス、または、ホルカスは、悪魔学における悪魔の一人。ゴエティアによると、地獄の29の軍団を率いる、序列31番の偉大なる総裁。屈強な人間の姿で現れる。薬草や、価値のある石の効能を教えてくれる。論理学や、 倫理学についても詳しく、他に望まれれば、人を透明にしたり長寿を与えたり、雄弁にもできる。財宝やなくし物を発見する力も持つ。地獄の時点では、ホルカスとして紹介されている。コランド・プランシーは、ホルカスの別名として、ホラスとフルカスを挙げており、フルカスと同一視している。ABCD コランド・プランシー。リクスヨネア・インファナル・ 1863フォーサスウィカソース .fr.wikisource.org 地獄の辞典。2018年9月19日閲覧。absl マクレガーマザーズアラステアクローリーザレッサーキーオブソロモンインデックス。www.sacred-texts.com ザレッサーキーオブソロモンピアニッシモ。 31から32、2018年9月19日、閲覧、ありがとうございます。